皆さんこんにちは。いつだってブランニューでおなじみのカブちゃんです。よろしくお願いします。さて本日なんですけれども、練り消しを主に紹介していきたいと思います。はい、まずこちらですね。こちらが、5個で1セットだと思います。他にも種類があるよっていう場合はぜひ教えてください。はい、まずこちらが練り消しレモンの香り、ストロベリーの香り。この柄がすごく可愛いですよね。あの実写の写真に、顔のイラストがついてます。で、練り消しチョコレートの香り。はい、こちらはピンクなんですけれども、バニラの香りです。これもめちゃめちゃ可愛いです。はい、そして、この5個セットの中では一番気に入ってるマンゴーの香り。これはめっちゃ美味しそうですよね。はい、こちらになります。そしてですね、まあこの3個は特に、まあ、関連性はないのかなと。あ、これとこれが一緒ですね、セットで。こちらがパッケージが若干違うんですけれども、全部レモン社です。こちらが、かわいい猫ちゃんの写真が入ったストロベリーの香り。はい、そしてこちらがチョコの香りですね。はい、そしてこちらはフルーツミックスの香り。これはプレーリードッグですごい可愛いですよね。珍しいですよねこの写真って。はい、続きましては、こちらのセットなんですけれども、コケさんの動画で見せていただいた時は結構濃い青もあったんですよね。なので5個で1セットだと思うんで、まだ1色足りてないんですけれども、こちらが開けた状態のものです。こういう感じですね。すごく肌触りがいいです。めちゃめちゃ気に入ってます。で、ちゃんとこれメロンの結構リアルな匂いがするんですよ。おすすめです。はい、そしてこちらが袋に入った状態のメロンの香り。そしてこちらはいちごの香りですね。で、こちらがピーチの香り。はい、こちらはオレンジの香りです。はい、続きましてはこちらなんですけれども、ですね、まあこちらパッケージから出しちゃったんですけれども、ダイソーで売ってます。こちらが、オレンジスペシャルじゃない、間違えた、ごめんなさい、読めませんでした。オレンジの香りです。そしてこちらがコーラの香り。はい、そしてこちらがグレープの香りになります。はい、続きましてこちらですね、こちらはレモン社になります。3色練り消しゴムですね。香り付きです。
まあ何の香りかっていうのは特に書いてないんですけれども、この縦に3つ入って色違いで並んでるのがすごく可愛いので買ってきました。こちらは、キャンドゥですね。はいはい、続きましてはどんどんいきます。こちらですね、おなじみの日の出和紙の練り消しくんです。はい、ウッキーバナナ、消しくずが出ずよく伸びるですね。はい、こちらがお祭りのリンゴ飴、リンゴの香りですね。はい、こちらが、森のベリータルト、ストロベリーの香り、バニラの香り、ブルーベリーの香り、3種類入ってます。すごくお得感があります。はい、そしてこちらが、割とシンプルなアップルの香りですね。シンプルなやつって結構可愛いですよね。はい、そして以前練り消しの動画ですでに紹介しているものなんですけど、今日はですね、練り消し祭りということで、まあ勝手に紹介させていただきますけれども、2回目になっちゃうんですけれども、はい、こちら日の出和紙のグレープフルーツの香りとマスカットの香り、はい、同じく、日の出和紙でパイナップルの香り、はい、よい子のコーヒー牛乳、レモンとメロンとブドウの香り、はい、こちらがバナナの香り。こちらはですね、もう匂いが大好きでくんかくんかしてます。蓋がちょっと変形しちゃいましたね。はい、そしてグレープフルーツの香りとマスカットの香り、メロン&チェリー、上がメロンで下がチェリーの香り、はい、そしてこちらが、ワイルドベリーですね。幸せを呼ぶワイルドベリーの香り、はい、こちらがコーヒー牛乳の香り、はい、こちらはですね、メロンソーダと、違いますね、ソーダとメロンですね。それでメロンソーダ、混ぜ混ぜルンルン、はい、こちらは同じく混ぜ混ぜルンルンでグリーンアップルソーダ、はい、同じく混ぜ混ぜルンルンでレモンソーダです。はい、こちらがですね、ちょっと遠い町まで消しゴムの旅に行った時に2つ売ってたんで買ってきました。いずれトレードに出したいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらがですね、これは日の出和紙ですね、これも、はい、混ぜ練り、いろんな香りと色を作って遊ぼう、3種類の練りゴムが入ってます。はい、そしてこちらが練り消しくんのコーラの香り、はい、そしてですね、こちらなんですけれども、これ最近どこの文房具屋さんでも結構見かけますよね。百貨店の中に入ってるマルゼンとか、割と有名なところでも売ってます。株式会社クーリアのマカロンが作れちゃう3色入り練り消しですね。そしてこちらはクッキーが作れちゃう3色入り練り消し、
はい、こちらは、ショートケーキが作れちゃう3色入り練り消し。こちらはドーナツが作れちゃう3色入り練り消し。こちらは、キャンディーが作れちゃう3色入り練り消し。お化けの絵が可愛いです。はい、いやちょっとこんなこと言っちゃ申し訳ないんですけれども、これ気に入ってる人には本当申し訳ないんですけど、私そんなに好きじゃないんですよこれ。なんかまあ練り消しだったら揃えなくちゃいけないかなと思って買っては見たんですけど、あんまり好きじゃないんで取れに出すかもしれません。よろしくお願いします。はい、続きましてはこちらはですね、ダイソーですね。ダイソーで買える、練り消しくん、いちごちゃん。はい、同じく練り消しくんのりんごですね。こっちがいちごちゃんってついてるのに、こっちがりんごっていうのが謎ですよね。りんごちゃんにすればいいのに。はい、そしてこちらが練り消しくんのバナナ。そして練り消しくんのパイナップルです。こちらも、今のところ4種類しかわからないんですけど、他にもあるよっていう時はぜひコメント欄にお願いします。はい、続きましてこちらですね。こちらは、株式会社東洋ですね。こちらがもうすでにパッケージから開封しているものになります。キャラメルの香り、そして袋に入った状態のキャラメルの香り。はい、そしてですね、こちらバニラの香りなんですけれども、あまりにもいい匂いなんで何回も開けてます。くんかくんかしてます。はい、そしてこちらの練り消しはいちごの香りになります。この種類はパッケージのイラストがすごい可愛いですよね。すごく気に入ってます。はい、そしてですね、こちらネリスク、練って気分爽快、こちらがですね、刺激が刺さるコーラミントの香り、中にはもちろん練り消しが入ってます。こちらはレモン株式会社。はい、そしてこちらも同じくネリスクで、爽やか弾けるソーダミントの香り。そして、こちらもネリスク、突き抜けるクールミントの香り。はい、こちらもネリスクでフレッシュなレモンミントの香り。はい、こちらはスイートなストロベリーミントの香りです。こちらはもう多分5個で完結なんじゃないかなと思うんですけれども、他にも目撃情報ありましたらお願いします。はい、そしてですね、練りゴムが売っていた近くに、まあキャンドゥなんですけど、こういうパッケージに入った四角い消しゴムが売ってたので買ってきました。こちらはですね、セモルシージャパンという会社、聞いたことないですよね。スイート&スイート、読めません、猫ちゃんです。で、クレアクローバー、これあのスペースクローバーっていうキャラクター商品みたいなやつの、まあパクリなんじゃないかなと思うんですけれども、可愛いんで買ってきました。はい、そしてこちらはキラカワワールド紙巻き消しゴムですね。スイートワールド、キラデココで、こちらもキラデココの、色違いバージョンですね。色違いというか柄違い。そしてこれがスイートと書いてあります。猫ちゃんの可愛いイラストが書いてあります。こちらは、レモン株式会社です。これも可愛いですよね。はい、そしてですね、こちらちょっと異色の消しゴムなんですけれども、
これはサンリオですね。メイドインジャパンと書いてあります。これ皆さんご存知ですか？ポッチャコって書いてあるんですけど、私ちょっと分かんないですね。結構古いのかなという感じするんですよ。1989年って書いてあるので、ひょっとしたらレアなのかなと思ってちょっと期待してるんですけれども、こちらもキャンドゥで買ってきました。はい、そしてこちらもキャンドゥで買ってきたレモン株式会社、こちらはですね、可愛すぎって書いてあります。全部可愛すぎ、色、柄違いで可愛すぎって書いてあります。これは、すっごい女の子喜びそうですよね。この柄めちゃめちゃ可愛いと思います。はい、そして、同じくキャンドゥで買ってきたこの4点セットなんですけれども、私何回か紹介してる手品消しゴムの種類ですよね。びっくり手品消しゴムのスイートロック骨の柄です。これ可愛いですよね。はい、そして同じくびっくり手品消しゴムの、スイートワールド、これはソフトクリームの柄。はい、そして同じくびっくり手品消しゴムのスイートですよね。こちらと多分同じなんですよね、柄が。このキャラクターすごい可愛いなと思います。はい、そして、最後こちらがびっくり手品消しゴムの、キラデココ、これはチワワですよね。これもめちゃめちゃ可愛いと思います。はい、という感じでですね、今回だいぶ駆け足でお送りしてきたんですけれども、練り消しがだいぶ溜まってきました。イエーイ、8000ぐらい使いましたよ。イエーイ。というわけで、から元気のまま失礼したいと思います。また動画アップしますので、ぜひご覧になってください。さようなら。